はい、こんにちは。徳技です、えー。今日はですね、ちょっとジャーニーズ事務所の会見に関するヤフー記事をヤフーに寄稿したんですけど、ちょっとその流れでいろいろ調べていたら、気になる記事を見つけてしまったので、ちょっとそれに関連して言及しておきたいなと思って記事を書きました。まあ、記事は、キンプリの分裂は決して無駄ではなく、ジャニーズ性加害問題は明るみにさらす起点だったっていう、まあもう結論のタイトルに書いてあるんですけど、 まあ結構やっぱりその、ジュリー社長が退任するくだりで、キ、ま、ン、あ、プリファンの思いをネタに記事を書いているメディアが多くて、まあ、単純に言うとなんかやっぱその、キンプリがその解散したのは無駄だったんじゃないかみたいな感じのトーンで行動しているメディアが何社かあるんですよね。まあ、当然あの、いろんな視点があると思うんですけど、まあ、ファンの方からしたら当然ですよね。その ジュリー、藤島ジュリー社長が原因で金プリが分裂したっていうことらしいので、まず、あ、なんか海外進出を断ったのか、ストリーミングを断ったのか、いろんな噂がありますけれども、まあ藤島さんが辞めるんだったら、もうちょっと金プリのメンバー我慢していれば、自分たちがやりたいことやれたんじゃないかみたいな感じで、その金プリの分裂とか対象が無駄だったんじゃないかみたいなコメントが散見されたそうですけれども、 時系列で見ると決してそういうことではないと思うんですよね。まあ、これはキンプリのファンの方からしたら何の慰めにもならないと思うんですけど、キ、ま、ン、あ、プリのまあ分裂というかメンバーの対象が発表されたことこそが、今回の <coughs> ジャニーズ事務所がこれだけこう、大手メディアを巻き込んで、その忖度の構造を作り上げていたのを壊すきっかけになったと思います。まあ、時系列で並べてみると、 まあ今、メディアの中では、その、今年の3月に BBC のドキュメンタリーが起点になって、今回のその、一連の議論が始まったっていう報道が多いんですけど、実は違うんですよね。これ、キンプリから3人のメンバーが脱退するって発表されたのが11月4日、去年の11月4日なんですけれども、これで、実はこの後11月13日にカウアン・岡本さんが、ガーシー・ さんの生配信でジャニー喜多川氏の性加害について暴露するんですよね。まあ、BBC のドキュメンタリーは、まあ、BBC のプロデューサーのインタビューを見る限りはかなり前から通りかかっていたものがもそのコロナでうまく進められなかったみたいな話なので、必ずしもこの岡本さんの暴露によって BBC のドキュメンタリーが完成したわけではないとは思うんですけれども、日本の,そのネットにおいて最初に話題にしたのは実はこの11月の。 岡本さんなんなですよねでさらに重要なのは、2023年3月の BBC のドキュメンタリー確かに業界で話題になり、僕もそれで見ましたし、それに関連してちょっとツイートもしましたけど、多分この段階ではメディアはほとんど取り上げてないんですよね。まあ、一部のネットメディアが BBC を引用して紹介したぐらいで、大手メディアは多分ね、完全に黙殺したと思いますね。まあ、完全にって言うと、うちは違うってメディアの方から反論をもらうかもしれないですけど、多分ほぼ話題になってないです。 唯一、数か文分がこれに、まあ、刺激を受けて、3月23日から毎週のように、ジャニーズ性加害問題の、まあ、いわゆるキャンペーンを始めるんですけど、これすら、たぶん、テレビはほぼ取り上げてないと思うんですね。通常、文春法が発動すると、もうテレビ局朝の情報番組とかでもガンガン取り上げまくるんですけど、たぶん3月の段階は取り上げ、全く取り上げてないと思います。ちょっと違ったらごめんなさい。 でも、ほぼ話題になってなかったと思うんですよね。僕も衝撃を受けたんです。BBC のドキュメンタリーとか、週刊文書がこんだけやってんのに、やっぱりスルーするんだっていう。で、流れを変えたのは、4月12日に行われたカウアン・岡本さんの顔出し会見だと思います。これによって、やっぱその本当に被害者がいて、しかも彼は本当に赤裸々に、ある意味、やっぱり、まあ、ブラジル、 の血があるからみたたいなあの話はご本人もっっししてましたけどやっぱり日本人だったらいきなりここまで言わないよねっていうレベルの発言をしてくれたんですよね。これはやっぱ本当に大きかったとやっぱここで流れが変わったんだと思うんですよね。で、4月13日に実は大手メディアが小さく報道しています。すごい重要なのは4月12日のカウアンさんの会見の時に、カウアンさんがその 大手メディアがこういうことがあるっていう報道をしていれば自分がジャニーズ入りを多分してなかったとて,てるんです。よねこれはすごい日本のメディアに対する問題提起になってたと思います。まあ、これは質問したテレビ局の方にも実はあの関係者の方にも話を聞いたんですけど、やっぱあの質問めちゃめちゃ重要だったと思うんですよね。で 岡本さんがこの顔出し会見をすることになった背景も、要はこのキンプリの対象のニュースなんですよね。ガーシーさんの生配信に出たのも、この顔出し会見をするようになったのも、ある意味、岡川さんもそのコロナ禍で、まあ、自分が壊れたと表現されてますけれども、自分の、実はキンプリさんと同世代だそうで、なんか一緒に活動してた時期もあるみたいですけど、 ある意味、自分はジャニーズを退所したけれども、キンプリを成功していて、その成功しているシンボルとして、ある意味、羨ましくも応援していたキンプリのメンバーが、まあ、この3人退所っていう、まあ、だからキンプリも壊れたっていうことに、まあ、本人もショックを受けて、嘘をつくのをやめようと思っていたのとシンクロして、このジャニーズの問題について言及する覚悟が固まったということだそうです。 カ、まあアンさんに対しては、あの相当いろんな誹謗中傷もされていて、まあ、いろんな陰謀論もされてるんで、よく思ってない方も多いと思いますけど、まあ、彼はあのガーシーさんとの生配信の時に、証拠の動画があるまで言ってましたからね。まあ、彼がやっぱりあそこまではっきりと、まあい,い、しかも彼はその、それあんだけ被害を受けたにもかかわらず、ジャニー北川さんに対して恩を感じているっていう、まあ、ある意味、本当なスタンスのタイプだったので、 藤島さんとも対談をしているそうですし、実際に会って、あの顔出しをしてちゃんと謝った方がいいってアドバイスをしたそうですから、これね、まあ、当然、あの、カウさん一人がきっかけになってるわけじゃないんですけど、多分、彼が顔出しで会見しなかったら、多分、このペースでは物事は進んでないんですよねで。このレベルで大きくなってない可能性すらあると思います。それぐらいジャニーズ事務所の,そのメディアコントロールっていうのは、まあ、完璧に機能していたっていうのが、今回はっきりした。 ことなので、まあ、僕もヤフーニュースに記事を書いてるんで、僕がジャニーズ事務所に関する記事を書くと、お前も仲間だろみたいなコメントを私もいただいてしまうんですけど、まあ、広い意味ではそうかもしれないですね。まあ、一ブロガーが、ね、何ができたかという議論があるんですけど、まあ、そういう意味では、な、まあ、何の慰めにもならないと思いますけれども、実はキンプリが、まあ、壊れたこと、多分キンプリが5人メンバー揃って対処してたら、実はこうはなってなかったかもしれないですよね。 3人が対象して2人が残るっていう、まあ、異常な壊れ方なのが、やっぱりタウマンさんにも伝わったことによって、タウマンさんがここまでの覚悟を決め、BBC のドキュメンタリーだけで動かなかった日本のメディアを動かし始めたっていう意味で、実はキンプリの11月の報道が、今回の、まあ、ジャニーズ事務所の、まあ、ある意味、君臨していた構造、 を明らかににし、この性害の被害者ののの害被者人たちの、まあ、立ち立直りの一歩になっているっていう話だと思うので、これは本当に、まあ、ファンて表現すればいいのかわかんないですけどね、当然ファンの人からしたら、だからといって何の慰めにもならないと思うんですけど、ただ唯一巧妙としてあると思っているのは、これで、ね、芸能界の忖度が壊れるはずなんですよね、壊れないとおかしいと思ったんですけど、ああの 名指しで指摘されたミュージックステーションが b ーファーストを出すという報道がちょうど今日されてましたけれども、まあ、これねその、やはりジャニーズ事務所を対象したメンバーは、ジャニーズの現役メンバーとは一緒にテレビの画面に映れないみたいな謎の忖度とかも全部消え去るはずなので、まあ、メンバーの中のわだかまりがない前提ですけれども、岸、まあ、さんも9月末で対象されますが、対象したメンバー、TOBE、まあ、に合流するのかどうかわかんないですけど、t o b のその平野さん、神宮寺さんと、 残っているメンバーが同じ画面の中に映ったり、同じ舞台の中に上がるっていうタイミングは、これによって多分想像してたよりも相当早く実現するんじゃないかなと思っていたりします。まあ、なので、ちょっとまあ私もメディア側の一人ではあるんですけれども、あんまりそのネットメディアの飛ばし記事に振り回されない方がいいんじゃないかなと改めて思った次第です。 はい。こちらではできるだけポジティブな話をご紹介していきたいと思ってますので、えー、ちょっとネガティブな話を取り上げるのはこれぐらいにしたいと思いますけれども、えー、他にもこんな話してますよっていう方がおられましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただければ幸いです。今日もありがとうございます。